アレクサンドラ・パトリシア、アレックス・モーガン・カラスコは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ダイヤモンド・バー出身の女子サッカー選手である。ポジションはフォワード。NWSL、オーランド・プライド所属。2011フィファ女子、ワールドカップに出場したアメリカ代表選手の中で、最年少である。2007年に、カリフォルニア大学バークレー校に入学して、すぐ、 学内の女子チーム、ゴールデンベアーズで8ゴールを決めて、一躍、脚光を浴びた。2年生になると、アメリカ代表に選出されたため前、シーズン参加できなかったもののゴールデンベアーズで、計9ゴールを記録。チリで開催された2008年、FIFAU-20 女子ワールドカップと、全米大学トーナメントが重なり、モーガンを書いた、ゴールデンベアーズは、初戦敗退している。 2009年ゴールデンベアーズで14ゴール、8アシストと、さらに記録を伸ばし大学時代の記録は、歴代3位の、計4 5ゴールとなった。フル代表デビューは2010年3月、途中出場のメキシコ戦だった。代表初ゴールは2010年10月、中国戦でこれも途中出場だった。2011年に、アメリカ女子、プロサッカーのウエスタンニューヨークフラッシュに移籍。 2011年 FIFA 女子ワールドカップで準優勝を果たした際、モーガンはアメリカ代表の最年少選手として注目を集めたが、準決勝のフランス戦で82分、ワールドカップでの初ゴールを決め、アメリカの決勝進出に貢献した。日本との決勝戦では69分に一得点目、さらに延長戦にもつれ込んだ104分にヘディングでゴールを決めたアビーワンバックに、 絶妙なアシストをし、121分には単独で、抜け出して、あわや決勝ゴールというシーンを作り出すも、日本の DFE は清水氏のレッドカード覚悟の捨て身の、プレーにより止められ、同点で終了した後に、PK 戦で敗れている。2014年12月31日に、プロサッカー選手のセルバンドカラスコと結婚した。ありがとうございます。